何年前でしょうか、若さに泳ぎに行った時のことです。ある民宿に泊まった時、部屋に入ろうとドアを開けると、何かで頭を殴られたみたいに大変痛かったのです。親子3人で川の字になって寝ようとした時、主人が金縛りに遭いました。ざわざわと人の声も聞こえてきました。きっとこの部屋には先客がいたんですね。それもこの世の人ではなかったんです。次の朝、海に行くと防波堤のところに人がいっぱいいるんです。この時もこの世の人ではなかったんです。気持ちが悪くなりそうでした。後から聞いた話ですが、終戦の引き上げ船が沖合で沈んだらしいです。何人もの人が亡くなっているようです。それからというもの、海には行きたくないのです。